はい、ということでこちらは、競馬占いのパート2となっております。はい、で今回競馬占いは阪神大昇天ということで、阪神でですね、こちらは8から15ということで、はい、1から7は前半パート1を見てください。はい、ね、そっちからを、はい、そうですね、そっちを絶対見てから、はい、なんかね、バランスが悪いんですよ。なぜかパート2だけが人数が増えるという、なんか後半の方が見たい方多いんでしょうかね。なんかね、なぜかね、不思議なことで、なんかね、内枠に人気も集まってもそういうことが起こってる、起こりますね。不思議ですね、ほんとね。なんかね、あのパート1の方で言うの忘れたんですけど、これね、プボなんですよ、映ってんの。顔をね、半分しか映ってないんですけど、プボです、今日は。はいはい、アイドルホースのプボがいるんですけどね。はい、ではね、8番の方からやっていこうと思います。その前に皆さんチャンネル登録の方先にね、お願いいたします。そしてね、この動画一生懸命頑張ってやってみますので、ぜひね、グッドボタンの方よろしくお願いいたします。はい、ではね、8番からやっていきたいと思います。8番、名勝ブレゲ。鞍上は坂井学ぶ騎手で、前走万葉ステークスで1着でした。ね、名勝ブレゲってなんだろうね。ブレゲなんだろう。名称は冠名で、まあ、わかるけど、ブレゲ、人名ですね。あ、人名のブレゲっていう人か。あ、別のカードですね。ちょっと元気なカードが出てきました。とっても茶目っ気のある感じで、ちょっと集中力が少しできてなさそうな感じがします。ただ雨降った方がこの馬いいですよっていう感じなんですけどね。なんかね、あの遊びが多いというか、ちょっと集中力ができないのをかけてるというか、なんか少し浮ついてるというのかな、そんな感じで。元気な馬ですね、間違いなく。そこは、はい、元気で、少しなんかの話、なんか言い方を変えるとシャカついちゃってるとかよく言うじゃないですか。そんな感じで、少し元気いっぱいすぎて、集中力に少しかけてるような感じはしないでも否めないっていう感じですね。はい、そんな感じです。元気なんですよ。でも坂井学さんの方見ていきますね。ね、レリバグ、はい。でも坂井さんの方はとても激しいカードが出てきました。フロイドというカードなんですけど、これはまたね、あの、なんだろう、すごいですよ。何としても取ってやりたいっていう真のカードが出てますね。はい、すごく力強いカードが出てると思います。勝負心もいっぱい。だから逆に言うと良かったかもしれないですね。こういう、なんだろう、元気な馬にちょっと坂ついてるけどピリッとしたような、あの坂井さんが乗れば、またビリビリッと馬も変わるかもしれないというような感じになっております。あの坂井さんの方はとてもなんか勝負心のいっぱい、頭もいっぱいみたいな、すごくいいカードが出てますね。レースのことに集中してるぞっていうような、そんなカードです。はい、Be Assertive のカードが出てきました。これ豊かさのカードだね。うん、あの、あ、そうだね、ちょっか、ちょっと待ってない、うん、まあでもいいカードですね。主張しなさいか、ごめんなさい、間違えました。主張しなさいですね。時々ちょっとね、間違うことあるんですよ。どん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 もっと強気に出た方がいいよっていうカードなので。でもね、すごい強気なんですよ、このね、ジョッキの方が。だからね、うん、もうちょっと馬の方が集中力持ってくれば化けますね、この感じは。だからパドック結構大事かも、ね、そうかもね。ちょっと見た方がいいかもしれないですね。でも間違いなく、あの坂井学さんの方がグイグイ引っ張ってきますね、これは。おー、そんな感じではい、なので、もうどん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 主張した方がいいよって、どん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 出た方がいいよっていう馬が出てるので、だから、あの坂井学さん次第かなっていう感じがします。はい、だから馬がどこまで坂井さんについていけるかという感じですね、名勝ブレゲの方が。うん、だからどこまで、あの集中力を乗ってピリッとなるかどうかが、あのこの馬の課題というかですね。ただ今の状態では少しふわっとしてて、へへというはははっていう感じの馬の状態なので、どこまで進化してこのレースを超えられるかっていう感じですね。ただ勝負運の方は持っているので、はい、もっともっと出たらいいんじゃないっていうカードが出てるので、あのもっともっと頑張れるはずです。なので、はい、そんな感じで出ております。だからもう、まあ、どうだろうね、あの好きな方は絶対買った方がいいと思いますね。はい、はい、大丈夫ですか。はい、はい、そんな感じで寝ております。はい、はい、9番ブリンカー着用ワープスピード。鞍上は川田優雅騎手で、前走はダイヤモンドステークスで3着でした。なんかさ、優雅さんにしてはちょっと低いのかなっていう感じが。手運乗りですね。あー、そうですか。でもさ、ワープスピードって名前がさ、優雅さんっぽいよね、本当はね。ワープしてくれればいいんですけどね。え、なんか優雅さんにしちゃ、でもさ、なんか低い、なんか人気が少し低いような、うん、まあ何かあんのかな、皆さんの考えが。やっぱ天乗りだからかな。あー、おっと飛んできましたね、カードがいっぱい。
ちょっといいカードも飛んできたんで、ハッピーソードのカードですね。結構いいカードが出てきましたよ、飛び跳ねて。とかこの馬もね、すごくなんだろう、勝負心持ってて、もうなんだろう、その勝負を待ちわびてるという感じです。どっちかっていうと、もう座ってますからね、もう見据えて、もう準備が整って、あのこのレースを待ってますよっていうカードが出てますね。ただすごく明るいカードが出てるので悪くはないですね、これも。はい、そんな感じです。ただゆうごさんの方がどんな感じでしょうね。ゆうごさんもね、大きいレースは控えてますからね。もうね、来週はママコちゃんで、再来週はリワティ。そうだよね、もうドキドキする、ね、聞いてる、ね、G1 がね、もうそうです、皆さん迫ってますね。で、牛バテも両方乗るんだよ ね、今回結構大変だよね。うわ、でもアライブというすごく強気なカードが出てます。躍動感と強さしかない。もうとにかく当たってますねって感じ。当たる。うちのカードでね、1位2位ぐらいの、争うぐらいの強さがあるカードが出てますね。そういうカードですよ。でもあれかな、先々週かな、なんかちょっと弱気のカードが出てたんですよ。フォアパーしたカードが、ゆうさん全然そうかな。だからなんかそれ思ったら気合が入ってきましたね、今週は。全然か、はい、いいですね。やっぱリバティが近づいていったからな、だからこれちょっといいんじゃないですか。馬もいいし、馬は逆に落ち着いてんですよ。落ち着いてるし調子もいいね。でいて、あのジョッキの方はすごくもう躍動感、活力いっぱい、エネルギッシュというカードが出てるので、すごくバランスはいい。こういうのはバランスがいいですね。あ、ワープスピードはすごくいい感じがしますね。はい、勝負の方はこれこそ豊かさのカードですよ。いいです、そうだ、これこそ豊かさのカードというね、ここから豊かになってきますよ、どんどん良くな、上がってきますよというカードが出てます。なのでこれはそのか、何だろう、人馬一体勝負も持ってるし、あのよく変わっていきますよってことですね、こういう馬は。あ、これ面白いね、これね、5歳か、まだ本当は5歳って結構いい年であるような感じもするけれども、最近はそうだよ ね、なんか結構年配の馬活躍してるもんね、うん、だからなんか若く感じるよね、5歳っていうの今年は、うんうん、でもね、すごくバランスは全部いい。だからこれは絶対的にあの入れておいた方がいいんじゃないでしょうか。お、2周年とかありえるか。うん、いいですね。なんかぴったりのカードが出てるから、強気なカードが出てて、豊さんに、豊さんじゃない、ごめんなさい、優香さんに、ね、はい、なので、はい、豊さんのカードが出てる優香さんです。はい、とってもいいと思いますね。和もいい、チョッキもいい、そしてあの勝負も持ち合わせてますということで、でオッズもそんなにめちゃくちゃ高いわけじゃないので、うん、面白いで信頼できるぐらいのオッズなんですね。そうなんですよね、低すぎず高すぎず、ちょっといいかなっていう感じがしますね。だから面白い一頭だと思います、これはね。はい、これ今いいんじゃないですか。はい、そんな感じで出ております。はい、10番サボーナ、鞍上は池添健一騎手で、前走は日経新春杯で2着でしたね。池添君、健ちゃんもね、結構いい馬乗ってて、最近ね、あれっていうような時あるよね。でもね、うん、先週も私、先週もなんか買ったような気もしないでもない、なんか買ったなっていう感じがしますね。だからね、サボーナどうでしょう。でもメイケールもうちょっとで出るからね。ね。ね、もうちょっとやっぱ集中した方がいいかなっていう感じがしますね。ね、はい。でもこれなんかすごい元気ですよ、サボーナ。カードが出たがってて、いろんなカードが。なので多分ものすごく元気今っていう感じがしますね。はあ、やっぱりそうか。虹のカードが出てきました。うん、ワンステップアタータイムというとってもいい状況のカードが出てますね、サボーナ。元気いっぱいこの馬。なんかね、今出たがってたんでいろんなカードがあれと思ったんですけど、結局この虹のカードが出てきたので、とってもいい状況にサボーナもいますね。一番人気かな今、うん、これ馬いいですね、とってもいい。なのでこれでケンちゃんが良ければっていう感じもしますけど、うん、いつもね、あの毛がボルトが抜けてね、元気になったはずだから、ね、あーでもね、レスリデントというカードですね。ちょっとゴタゴタするカードが出てます。なので馬なりに行ってほしい、馬に引っ張ってもらってほしいっていう感じですね、サボーナにっていう感じ。なんかジョッキの方がどっちかというとなんかね、バタバタしそう、いろんなこと考えててみたいな
感じがしますね。で見えなくなんなきゃいいなっていう感じが、もやがかかってるので蒸気の方がね、なんか馬はいいのになっていう感じはしますね。うん、ケンちゃんがどこまでついていけるかっていう感じなんだけど、なんかね、うん、そんな感じですね。馬が調子が良すぎてっていう感じですね。テイクアクション、行動しなさいっていうカードですね。すごく、うん、だからまあ性分自体も悪くはないですね、すごく。なので、うん、どうだろう、まあ、ケンちゃん次第だな。うーん、これがね、ケンちゃんがねすごく良ければね、なんかあいい馬だなっていう風に言ってたんですけど、もっともっと強気で行った方がいいですね、そっていう感じ、勝負が、うん、多分ね、おそらくなんかね、ケンちゃんの方が抑えて出てくるのかなっていう感じがする。だからね、その抑えがもっともっと抑えなくていいよって馬なりに突っ込んでいった方が、自由にさせた方がこのレースはサボーナにとってはいいですね。でも馬は虹のカードが出てて勝負を持ち合わせてるので、もうケンちゃんは馬なりについていってほしいっていう感じですね。なので、うん、間違いなくこの馬自体はとってもいいと思う。だからサボーナはいいというのは間違いないと思います。で勝負を持ち合わせてるので、はいっていう感じですね。このカード2枚ではい、行ってほしいかなっていう感じがします。あとはケンちゃん次第かなっていう感じですね。はい、そんな感じで出ております。はい、11番ゴールデンスナップ、鞍上は浜中すぐれジョッキーで、前走は八坂ステークスで2着でした。ゴールデンスナップっていうね、なんかすごい言いやすい名前の馬ですね。結構血統が癖強の、あそうでしょうね、ね、父ゴールドシップ、母方の父谷のギムレットというそうなんだ、あの作具よく壊す馬です。この馬もそんな感じ、シンプリシティのカードですね。元気いっぱい走り回ってる感じ、はい、そんな感じですね。でもこれ雨だったらなお良かったですねっていう感じのカードなんですけど、もうね元気で飛び跳ねてる感じだね、もうすでにはい、わこれは元気ですね。まあ4歳っていうのもあるのかな。ただこれちょっとなんだろう、一つ間違えたら暴れ馬になんなきゃいいなっていう感じが、タラのそうですねっていう感じの、ね、ゴールドシップの人の前には、はい、ね、結構元気ですよ。あ、でもライトネスというカードが出てます、ジョッキの方が。とってもいいカードが出てる。すごく穏やかで温かくて、なんだろう、すごく平安だし、心の中がね、すごく集中力も持ってるし、これ明るいカードですね、とってもいいですね。だから合うんじゃないですか、この馬との相性は。とってもこの穏やかなところもあるし、いやこういう馬の方が賢者乗ってそうだよね。なんだよね。だけど浜中さんなんだね、これね、浜中さんが乗るという、はい、感じですね。どうなんだろうか、乗ったことあるというか乗ってんだよね、浜中さんね、もう前走もそうですし。はあ、でも考え直しなさいというカードです、勝負運が。私これ星をつけてる馬ですね。はい、ちょっと考え直した方がいいんじゃないっていうような、何を考え直したらいいのかちょっと私には分からないんですけどっていうような、ちょっと乗り方を少し変えた方がいいとか、何か作戦を変えた方がいいとか、そういう感じがしますね。これかな、え、距離、あ、少し何か足りないっていう感じですね。馬が元気すぎるという面と、なんか浜中さん自体はとってもいいので、ただどういうか乗りなんかなんとかな、うまく手なずけられるかっていうことが鍵かなっていう感じがしますね。はい、なので浜中さんがいかに乗り切れるか、この馬を乗りこなせるかというところが鍵になってくると思います。ただ勝負の方は少しちょっと待ったがかかってる感じ、うん、うん、だからこれを頭に買おうっていう方は、頭にはちょっと固定とかにしない方がいいんじゃないかなっていう感じがしますね。ただね、悪いカードではないんですよ、こっちも。なので怖いと、はい、そうですね、元気で躍動感があるというのは間違いないし、はい、元気がないわけじゃないんですよ、とっても元気ですだし、調子もいいだし、そうですね、ね、初期の方はとてもいい心の状態でありますね、体の調子も良さそうです。なのでちょっと勝負の方が少し他の馬よりかは少し下がるのかなっていう感じがしますが、地に足をつけたレースになった方がいいかなっていう、そういうレースを心がければこの馬はいいところまでは来るんじゃないかなっていう感じはしますね。はい、そんな感じで出ております。はい、12番ディープボンド、鞍上は岩田未来騎手で、前走は有馬記念で15着でした。
今がね回ってきましたね、岩田未来くんね。ね。とうとうそろそろ未来くん取ったりする。あ、実は持ってる取ってるのか。自分がないんだよね。うん。違う、そうだよ、ね。いや大事な。ベストフレンドというカード出てますよ。だから逆に言うと合ってますね。すごく未来くんとこの馬は合ってる。あの馬の方もそう思ってるみたいですよ。なんか未来くんに託したいっていうような気持ちがあるみたいですよ。なんか気が合うみたい、すごく。なんか良かったね、合うわ。うん、ね、なんかもうどうしてもディープポンドというと和田さんというイメージがあるんですけど、すごく寄せてるというか、多分未来くんの方が寄せてるのかな。すごく大事にしてる感じがします、馬を。すごくいいカードが出てますね。あー、でもパーシストのカードが出ましたね。ちょっとね、あのね、あの 何個か課題があるから、課題をうまくクリアできれば未来くんはいいですよというカードですね。ちょっとなんかこれ越えなきゃいけない波がいくつかあるみたいなので、その波をねうまく越えていければっていう感じが出てますね。だから自分の中でそれは理解してるみたいなので、そんな感じでクリアしていこう、一つずつクリアしていかなきゃなっていうようなレースを頭に構想してるみたいですね、未来くんの方が今という感じがします。はい、なんかやっぱりあの難しいレースになるかなとか、難しいのかなっていうのはあるみたいですね、頭の中には。だからそれを、課題をクリアしたいなっていうのがすごく出てます。はい、アンライクリーのカードが出ましたね。勝負の方が、うーん、馬はとってもいいんですけどね、なんですけどこのレースに、いいはずなんだけどね、このレースが合ってるんじゃないかなって私なんかは思っちゃってるんですけれども、少しちょっと何かあるのかなっていうのが、やはりあれかな、和田さんのが良かったかな、やっぱいろんな人に回ったからなのかな、少しちょっと何かちょっとねあるのかなっていう感じがすごくね、ディープモンドの方はすごく、なんだろう、あのジョッキの方との相性をすごく大事にするので、相性は悪くないです。ただ未来の方、未来くんの方がね、すごく、なんだろう、ちょっと心配なのかな、少し課題があるとか練習が大事っていうのが何か残ってるのかもしれない。だからすっきりとした、あの、なんだろう、カードが出てないんですよ。未来くんの方がちょっとね心配事がある感じ、少し波がいくつもあるので課題が残ってるなっていうのが、だからなのかなっていうのが、少しまだ早いっていうか、ま、なんか少しなんか乗ってからのが良かったかなっていうのが、っていう感じがしますね。なので、そうですね、今何番人気なんだろう、5番人、私が見てるのでは5番人気なんですけれども、まあでもね、馬の状態はとてもいいので、はい、そんな感じで、馬が好きな方、ポポは人気あるからね、やっぱりね、うん、馬で、まあ、馬が良ければいいというような感じのレースですねっていう感じがします。はい、ただ1着はちょっとどうかなっていうのもあるかなっていう心配ではあるっていう感じがしますね、うん、はい、そんな感じで馬の力にも託した方がいいっていう感じです。ポポに任せて未来君がついていければ、でその馬の期待に応えられればっていう感じがします。はい、そんな感じで出ております。はい、13番シルバーソニック、鞍上は武豊騎手で、前走は天皇賞春で3着です。はい、今週ね、週刊占いの方皆さん見ていただけたでしょうか。なんかね、週刊占いの方がですね、紫のカードが結構出てましたね、うん、はい、なので結構ね、豊さんは調子がいいかもしれないですね。あ、プラクティスのカードが出てるし、リバースの肉も元気いっぱい、ちょっとかなり元気ですね。8歳だよね。でもね、でもさすがオルフェーブルって感じです。うん、元気いっぱいで飛び上がってる感じ、もうなんかレースどころか元気いっぱいでっていう感じですね。これ豊さん抑えられるかどうかという感じ、でもまあ豊さんなんでよかったかなっていう感じもしないでもないですけどね。馬が元気、とにかくっていう感じがしますね。リスサイドのカードですね。ゴールは見えて突っ込んでは来そう、一目散に、うん、だけど来れるかな、そうですね、決心のカードなんですよ、あのこのカード自体はね。だから決心はついてるんです。豊さんの方ではもうどういう風なのかっていうのはもうきちっと把握してるし、あの気合い入れてくると思いますね。だからゴールを目指して、1着だけは目指してくるようなカードなので、はい、
ただ馬の方がちょっと茶がついてるのが気になるかな。もうちょっとやっぱり少しね集中力持った方がいいですけどね、もちろんっていう感じですね。うわー、ノードカードがここで出てきました。そうか、シルバーソニックに脳のカードが出るかっていう感じなんですけど、だからこれね一着はちょっと難しい可能性がある。でもまあ 2,3 着ならば馬も元気だし、タカさんはもうなんか決心ついてるのでもう心は決めてるよ感じなんですよ。なのでただ一着はちょっともしかしたら難しい、 2,3 着だったらっていう感じがしますね。なのでまあ入れといた方がいいとでは間違いないんですけど、ちょっとね勝負運の方も少し欠けてるかなっていうのがありますね。うん、ちょっと馬がやっぱ元気すぎるのかな。うん、だからそれをねうまく止められればっていう感じがしますね。豊かさにかけもうの力にもう託した方がいいかなっていう感じがしないでもないですね。なので勝負運の方がちょっと惜しい感じかなっていうのがありますね。はい、そんな感じで出ております。シルバーショーに行くに対してはそんな感じです。はい、はい、14番ゼーゲン安城は松岡風魔ジョッキーで、前走は京都大賞典で13着でした。ゼーゲンか、なんか名前がねゼッケンかと思ってたんです最初ね。石鹸かゼッケンかっていう感じです。ゼーゲンってすごいね、なんかドイツ系の馬なのかな、なんかそんな感じの名前が、ドイツ語です。あ、タップですね。あ、当たりました皆さん、よかったです言ってみてはい、そんな感じですね。わ、でもこれベリースンのカードが出てる、間もなくですよっていうカードですね。これ結構いいお年じゃないですか。9歳ですね。その割にはとってもいいカードが出てるんだけど、9歳って意外とわかんないもんかもしれないですね。元気ですよ、で集中力も持ってるし、なんかすごく、しかもなんかねもうねなんかなんだ出来上がった美という感じ、あそんな感じ、もう出来上がっててっていう感じがしますね。もうだからもう分かってる全てみたいな、そんな感じの馬です。これはもうだから面白いですね、この一頭はすごく。あーでもビリームのカードですね、ちょっと惜しいかな。ジョッキの方がごちゃごちゃしそう、やっぱりちょっと若さゆえというか風磨くんの方がなのかなっていう感じがしますね。馬の方はとてもいいんですよ。はい、だから少しごちゃごちゃしそうかなっていうのはありますが、馬の方が調子がいいので風磨くんが乗りこなせればという感じがしますね。これ乗ってるんですかね、風磨くんは。こちらね制限の方は乗ってないですね。あーそっか、だからまあでも馬が結構なんかいいので、とても馬に連れられていく風磨くんっていう感じかな、イメージははい。でもリベンジポジティブですね、だからポジティブに考えていいですよっていう感じのカードが、とても明るいカードが出てるので、勝負の方がね、だから馬の力でいければっていう感じはしますね。とてもいいレースにはなりそうな感じがする、この税源にとってね、うん、うん、だから今までの税源よりは良くなるんじゃないかなっていう感じがしますね。ただねやはりちょっとジョッキの方がどういう風に出ていいか分かんないというか、行き止まり、あここも行き止まり、ここも行けないっていうような感じのイメージなのでっていう感じですね、うん、もうちょっとすっきりとしたジョッキのこの頃が決まってるようなものが出てくれば、うん、おすすめな一頭だと思うんですけど、これちょっときついかなっていう感じもしますね。なので、うん、でも勝負も悪くないし馬も悪くないので、もう面白くて買いたいなっていう方は、少しなんか逆に言うと穴馬、もう激穴馬ぐらいのを買いたいというような方はね、買ってもいいかなって、一頭だけ別に買うとかね、そんな買い方だったらいいんじゃないかなというふうには思います。はい、はい、15番ブリンカー着用湘南バシット鞍上ミルコデムーロ騎手で、前走はニガオステークスで9着でした。はい、湘南バシット君デムーロですね。デムーロも最近ね、でもね、うん、いい感じだよね。いいね、ミルコちゃんすごくなんか昔のミルコちゃん戻ってきたとかで言ってる方いるのでね、そんな感じみたいですよね、うんうん、あラブヒルスフェアというとても強いカードが出てます。なんかねライオンを目の前にしても勝ちたいというか、うん、馬が湘南バシット君はバシッとする感じがしますね。もうピリッとキリッとしてる感じ、うん、すごくいいですよ。気合が入ってる、かなりの気合ですね湘南バシット君の方が。はい、そんな感じですね。なんかこういう馬にさ、ミルコちゃん乗るとぴったり合いそうだね。ね。怖いね、これちょっと、ある意味。
あでもミルコさんの方は意外とそうでもない、一休みのカードとかちょっと休憩した方がいいよっていうのカード出てるので、意外とそうでもなさそう。ミルコさんの方がちょっとなんだろう、調子が少し下がってる感じなんだろう。馬の方はいいんですけど、ミルコさんの方が少しなんか息をしてとかそんな感じかも、一つなんか間を挟んだ方がいいよっていうような、ちょっと疲れが出てきてる可能性もありますね、ミルコさんの方に何かが。はい、そんな感じですね。どうしたんだろう、てか少し元気ない、でも手袋変わったからかな、穴が開いてましたよねずっとね、それを使ってて新しいのになんか変わったみたいですね。でもオポチュニティのカードが出てます、なので恵みがあるよというカードが出てるので、だから悪い勝負運ではなさそう。なのであの馬鹿でも強かなり強気なんですよ、この湘南バシットがね。だからこそ逆に言うと冷静に乗ってくるミリコさんはいいかも、すごく冷静なカードなんですよ、この冷静の真ん中のカードがね、なのですごくなんだろう、ゆったりとした気持ちでいるみたい、意外となるほど、そんな感じの意味もあるのかなっていう感じがします。だから勝負運は持ってるので、だから強気の馬とすごくなんかゆったりと心構えをしてるミリコさん、だからよくレースを見て出てくるかもね、どの馬かの後ろについて出てくるとか、そんな感じを伺いますね。なので一番怖いパターンです。そうですね、レースを見極めて出てきそうな感じ、ゆったりとっていう感じです。だそういう感じがしますね。だから勝負はでも持ってますこのまま。はい、今回そんな感じで出ております。15頭まで来たかな。そうですね、はい、バーッとやってみましたか。はい、でも結構分かりやすいな、ちょっと今週のレースの方が占い自体は分かりやすい感じ、先週の方が難しかったかなっていう感じがしないでもないですけど。そうですね、ねえ、はい、そんな感じだと思います。皆さんも結構ここまで見ただけでも、あ、これかな、あれかなっていうのが頭に浮かんでくるような感じだと思います。分かりやすいレースかもしれないですね、もしかしたら。はい、そんな感じですね。はい、では一回止めて、はい、総評の方を出していきたいと思います。はい、ということで総括の方をやっていきたいと思います。はい、意外と難しかったね、でもちょっと、なんかね、弱点もあればいいところもあるって感じですね、結構。でもなんかバランス的には良かったのかもしれないね、なんかね、ね、まず後半の総括として、まず前半の総括数は、前半に載せておりますのでそちらを見てください。はい、はい、ということで8番からやっていきたいと思います。はい、まずですね、馬はですね8番、9番、10番、11番、12番、14番、15番でした。はい、結構馬は状態が良かったってことかな、だいぶ多分前半よりは良かった。そうだね、はい。で、騎手は8番、9番、11番、13番とぐっと減りました、はい、減りましたね、はい。で、勝負運はちょっと増えて、はい、8番、9番、10番、14番、15番という風になりました。はい、これ見た感じでは勝負運自体は真ん中の枠が良かった感じがしますね。中枠かな、そうだね、がいいような気がする。中枠から外枠に向けたのがいいって感じかな、内寄りの中だよねかなって感じです、ね、はあ、なんか面白い感じで出てますね。はい、でですね、まあ最終的な総括としてはですね、はい、まず3番ギアスティマ、はい、で4番ジャンカズマ、はい、で5番ニューキャンスマイル、はい、6番帝王ロイヤル、はい、8番名称ブレゲン、はい、で9番ワープスピード、はい、で10番サボーナ、はい、以上ですね。はい、そんな感じで出ております ね、何頭か面白い馬いたんですけどね、はい、そうなんですけどね、多分あの頭数があんまり上がっちゃうと皆さん、ね、ちょっと混乱すると思ったので、なのでね、自分のまあ好きな馬を、ね、あの言うと思うので、これを入れたいという馬がいると思うので、その馬と、ね、照らし合わせて見てもらうのがいいかなというふうに思います。どうしてもね、あの占い的に見てるので、馬の状態、ジョッキの状態、勝負運というふうに見てるので、馬が調子良ければ全頭調子良くなっちゃったりね、あのジョッキの方が調子良かったりするとね、あの 全員いいよっていうようなことをお答えするしかなくなってしまうので、なのでまあちょっと絞るのには難しかったりする部分もあるんです。なのでね、自分の方で
自分の目で見て、で確かめてっていうのが一番使い方としてはこのね占いのねいいかなというふうに思います。一応ねあの今富士山にあげてもらった馬がねあのまあ全体的には、ね、全体的に良かったんじゃないかなっていう馬もいるんですけど、時々見落とすこともございますので自分たちがね、はい、なのでねじっくり何回も見てるよっていう方いらっしゃるんですよ、復習のようにもう、ね、もうよくお分かりの方も、そうなんです、皆さんねなんかねあの何回か見てるのでっていうのがね、なのでこの動画自体を何回も何回も繰り返してみて、あこの馬がいいかな、この馬がちょっとこう来るんじゃないかなとかね、そういう見方をしてくださってる方がたくさんいるみたいなので、ね、自分の好きなようにね利用していただければというふうに思います。はいはい、ということで、はい、ね、そうですね、まあ、告知ですね、はい、まあ予想を4つ出しております。はい、あの4つの大きなレースを今週は出しておりますので、ぜひ ねショートの方かな、ショート動画の方で出してるので、はい、予想の方をねあの風中さんとリオンちゃんで出しております。なので、ねね、ぜひねそちらの方もねちょっと参考の一つに入れてもらえればというふうには思います。で、ね、これはまあ確実ではないんですけど、はい、まあ、出せたら出すっていうのがあの日曜日万栄記念、はい、まあ、万栄競馬の、まあ G1 みたいなもんがありまして、はい、ね、そちらをやるか、ね、やらないかって感じですね。はい、なので予想できれば出します。はい、冬中さんの方が作ってくれると思うので出して、ね、いただけたらというふうに私は思っておりますので、はい、なのでね、そちらの方もぜひね、あのもしあの中央の方でちょっとうまくいかなかったよっていう方はね、あの万円取り戻せっていうような気持ちで ねあのやっていただけたらというふうに、見ていただけたらというふうに思います。はい、そしてですね、あのまたデータの方からでも、うん、あの推奨馬も出てると思うんで、ショートの方ね、はい、データから冬中さんが出しておりますので、ぜひそちらの方も見ていただけたらというふうに思います。またねこのレース以外のものはね勝負を引き寄せるというので、毎週木曜日にですねあの配信しております動画をね見ていただけたらというふうに思います。今週はなんか面白い数とか面白い色とかちょっとねなんか出ててですね、なんか今週ちょっと面白い1週間になるよなんていう予想してたんですけれども、ちょっとねなんかねあの地震の方があちこちで起きたりとかして私は不安になったりとかしてるんですけど、はい、そんな感じ感じで、ね、あの良い方に回っていければいいなと思うので、ぜひ、ね、あの予想動画予測動画じゃないですけど、あのそちらの方も、ね、照らし合わせて見ていただけたらというふうに思います。はい、そしてですねあの4月から私たちはメンバーシップの方を配信していこうと思いますので、ね、裏返さんの占いとか生配信でこちら出していこうかなというふうに企画をしております。そして風中さんの方が、ですね、地方の方をかなりいっぱい出してくれるような感じでいるので、今ねもう勉強中というかすごくやってねあのいるので、ぜひねそちらの方もねメンバーシップの方で配信したいと思いますので、ね、メンバーシップの登録の方をねまだですよ、まだ4月のからやるという予定なのでね、あの用意だけ、ね、心の準備だけしていただけたらというふうに思います。この前のレースが3つの、ね、レースを見てたら、そうですね、結構あの当たってるんですよ、ね、3回ちょうど最近当たってるらしいので、3回レース見たら、はい、ね、予想が、3回3連勝とかってやつですね、はい、地方の方もだいぶ盛り上がってるからね最近ね、うん、なのでぜひねそちらの方も見ていただけたらというふうに思います。今週私たちはねあの本当は阪神競馬場行こうと思ってたんですけれども、ちょっとね、それを回避しまして、メロディーレッド、はい、そうですね、ウィンズの方に巻いて、ね、買おうかななんて思ったりとかしてますので、ぜひね、はい、その状況とかまたお話できたらというふうに思います。はい、はい、ではね、はい、楽しく今週も迎えられたらというふうに思いますので、ね、ぜひ、冬支部の方よろしくお願いいたします。はい、ということで、ではまたしましょう。See you again! バイバイ、またねー。